シグタカです。ピースピースと、なんと今日はパンツブランド G-by-3 さんの太郎さんに来ていただきました。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。シグタカチャンネルの皆さんご覧の皆さんは初めまして。はい、もう大大大先輩です、ね、いや、大大大クソババアって大釜です。大釜呼んできたよ。ありがとうございます。いや、ありがとう。年齢聞いてびっくりしちゃったもん。いや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 、もう信じられへん。いやいや、もう同い年になっておるよな、太郎さん。同い年なんだ。いや、おるよ、全然。じゃあ今日は同い年として。本当に大丈夫かな、なんかついていけるかな、まだ。今日は何をしますか、タカ君。今日はなんと、ゲイって、どんなパンツを履いてるのっていう企画をしまーす。みんなゲイのパンツ事情知らないと思うんで。知らんと思う。ね、G-by-3そもそも知ってるかしら。あ、確かに。確かに。もう僕たちはもちろん知ってんねんけど、まあ G-by-3、それこそ昨日もね、友達で履いてました G-by-3。あ、マジで。ありがとうございます。明日撮影すんねんって言ったら、え、マジで？え、履いてんねん。まあそれぐらいホモの中ではナチュラルな。すごい親しみのあるブランドと。パンツブランドでございます。で、せっかくまあ今回ね、その G-by-3の太郎さんとこうやって動画を撮る機会になったから。パンツマニアっていうのは皆さんすごい知ってくれてるんですよ。ご存知なんだ。自分今日知った。お二人がそのパンツマニアって。あ、なるほど。うん、すごかったの。なんでこの機会にちょっとパンツをね、紹介していきたいなと。見ましょう。はい。私も持ってきたわよ。ねえ、持ってきて、持ってきて、持ってきたよ。ちょっと開きましょうか。とりあえず机の上にボーンと開きましょうかね。え、みんなさ、いいですか、新作のパンツとか。確かに嬉しいんじゃないの。嬉しいんじゃないの。嬉しいんじゃないの。どうせなかなかね、なかなかね、見えないおしゃれのところを見せるって。なんかすごい興味深いね。興味深い。バレちゃった。すごい、すごいのあるよ。すごいのあるよ。すごい、もうなんかすごい、すごいねんけど。もうすごいでしょ。すごい、さすが大先輩。でも結構大量、大量よ。映ってるかな、みんな。はい、じゃあということで、こんな感じでいっぱい出しました。あります、持ってきてもらいました。嬉しい、なんかすごい興味ある。すごいね。え、これ一押しっていうか一番のお気に入りとかもあるんですか。ありますね。一番のお気に入りは、じゃあタカたちも一番のお気に入り探すか。え、でもさ、G-by-3 のパンツをいただいたんですけど。あ、そうだよ。先ほどね。そう、先ほどG-by-3 さんの方の撮影でいただいたんですけど、ガチで僕これ一番になるんですよ。これ見て、見てほしい。これめっちゃエロくね。もうね、見るポイントいっぱいある。これこれね、ここがまずメッシュ網になってて、で後ろもこう網になってるの分かるかな。これエチエチよ。で、ここの網のここにお尻の割れ目がくるらしい。しかも色違え。どうよこれ。え、ガチこれ結構最推しになる予感。マジで。ヘビロテになるね。ヘビロテで、ここのね、ゴムがね、ウエストゴムにこうラバーのロゴがついてて。そうなんです。こんなん初めてなんですけど。めっちゃ可愛いね。じゃあ私のね、ちょっと最近ちょっと私もまだこれ発売してないやつで。あ、そうなんですか。最近ちょっとサンプルで上がってきて、なんだこれみたいなのが。なんだこれ。3つ、3つあるからちょっと持ってもらっていいですか。え、すごい。なんだこれ。見てお分かりの通り、ここのウエストのところがビニールになってます。これわかる。どういうこと。これってあれですか、なんかキャミソールとか。そう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 。で、これを履くとどうなるかっていうと、ここにウエストに何もないように見える。あ、そういうことや。わかる。確かに。え、ってことは布がペチペチ。そう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 。すごい。そう、だから前と後ろに布があるだけみたいに見える。面白い。ほら、だからこういう状況になるってことでしょ。で、すごい。さらに、わかるかな、これ。
あ、このあもうストッキングのように勝負して、確かにストッキングやん、ね、新高にあげた、うん、あの蛍光のやつより薄いねん、これ。あ、確かに、もうね、マジでこれ分かりますかね、このこれめっちゃ分かりますかね、もうグーが見えちゃう、もうね、ストッキングのような確かにすごい素材なんです。だって向こう側見えるもん、うんうん、すごいねん、これあのね、実際履いたらどうなるかっていう、ね、あ、見たってね、これドエロすごいねこれ、すごい、すごい。でも本当にあのゲイのパンツって、うん、まあみんなえみたいな、まあ僕らも今えってなったけどあのゲイでさええってなる、うん、これはなる、うん、もうね、このパンツの名前何みたいな、もう分からへんねん、私も分からへんねん、デンジャラスとか、そう上品デンジャラス、危ない危ない。でもなんかこういうの好きね、確かに、うん、まあちょっとエロいよね、かなり。エロいの好き。でもね、ガチでね、こういうのはね、マジ履くの、全然、うん、めっちゃ履く。可愛くない？履くなくない？え、マジリアルにさ、こういうの履くよな、うん、全然履く。マジで？うん、だって、僕これじゃないですか、これじゃないこっちこっち、さすがにデンジャラスビニールじゃなくてね、ちょっとね、そのね、薄さが分かる画像があんねん、ほら、うわ、もうすごい、すごい見えます。これ YouTube 無理かな、いや、いけます、モザイクモザイクモザイクかも、もうこれスケスケ、これですこれですこれです、あの前バージョン、前バージョンはさすがにトライ、さすがにね、さすがに前バージョン取りづらくて、取りづらくて気まずいよね、モデルさんが確かにモデルさんが、ね、モデルさん、もうね、これマジであのインナーつけて撮影しました。あー、そっかそっか、やっぱりさすがにもう、うん、もろやから見えちゃうから、うん、でも結構好きです僕これ全然履けるなんか他なんか おすすめというかお気に入りみたいなのありますね。これね、ちょっと多分ね、これもね、新高好きなんじゃないかなと思って。あ、かわいいかも。これもね、素材はさっきと一緒で、あ、すごーい、かわいい、そこね、開くねん、ここ、え、うわうわ、ほら優勝見た？ここ開くの好き、いくよ、ほら開くの、これカップね。これってどういうことなんですか？これね、普通にしてたらこんな感じなんだけど、うんうん、ちょっとあの一物が大きめの方が履くと、うん、ここがヒューってなって、うん、あちょっとね、見えちゃう、重みにここ開くね、肌見せみたいな。そうそう、でここがなんていうのかな、付け根、付け根、あの付け根見せ、どうよ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 、このドエロドエロパンツ、大好き、こういうのあるよマジで、そうあるよ、すごい素敵、素敵でしょマジ好きこれG-by-3 の、うん、生地がやっぱ本当に面白くて、すごい、これも結構ね、生地感がね、薄いんだけど、これはど、なんていう生地、なんていう生地なんですかね、シースルーやけど、うん、あのちゃんとこうテンションがかかってる、うん、伸縮性のある生地、肌触りもすごい滑らか、うん、とても、うん、で、ちゃんとフィットするし、そう、全部肌触りそう、これもね、また別の生地やねんけど、これはなんかティーバッグじゃないわ、ビキニやねんけど、ビキニ、気持ちいい、またちょっと違う肌触りがするでしょ、あ、これすごい、ね、え、ちょっと待ってこれちょっと待ってちょっと前の方がこのさ、こういうことよ、ここどないここの生地どっか行った、生地どっか、すごいこれね、もうね、もう履くと、あ、もうひょうたんみたいな感じになる、こうこうなる、そう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 あ、でもこれ、うん、ちゃんとでかい人でもちゃんと入りますね、入るね、ここに棒とボールを全部突っ込んでもらって、うん、で、そうするとこういう感じ、すごい、こういう感じです、これが、こういう感じです、うん、そう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 、で、ここをもう可能な限りえぐりましたみたいな、すげえなすげえななんかすごいなねタカたちまだまだだよまだまだすぎる、まだまだだよ、あ、そうや、ケツ割れってご存知ですか、皆さん、日本語で言うとね、そうね、一回シーンの動画で、まあ、見せてると思うけど、一回だけ見せしたんやけど、うん、これね、こちら
すごい。見えんかな、どういうことか分かってるかな。みんなからしたら多分どういうことってなってると思うんだけど、カップの部分だけしかないっていうパンツで、後ろにゴム紐がありまして、ケツのね、うん、下の部分をキュッと、そうキュッとね、そうそうそう、上げていく。これね、もともとね意味があるね、これ。え、そうなんですか。もともとこれね、スポーツ用品の一つやって、うん、アメフトの選手とか、うん、ラグビーの選手がこれ履くっていう。なんでなんですか。なんでなんやろうね。お尻を楽なのプリッと魅力的に見せるなんなのが今の履き方。そうそうそう、それはなんかゲイが勝手にエロいからっていうのと、あと脱がずにいたせるっていう。あー確かに。あ、そうそう、これ後ろね布がないんですよ。ないんですよ。そう、もう完全無法。だからこれは割と受けの子が履くと、うんうんうん、そのいたす時に楽みたいな。あー、なるほどね。そう、もう脱がずにいたせちゃうよっていう。はいはいはい、はい、めっちゃエロいパンツです。これはあのタカ普段でも履いてます。ちなみに言うと普段で、普段でジョーク履いてるの。全然履きますよ。そうでしょ。あのゲイのパンツすごい面白くて、だからこうビキニとか、うんうん、ティーバッグとかもこれメンズあるからね。そうやで、うちもティーバッグ今日持ってきてへんけど、うちもあります、うんうん、メンズ用なんよね。面白い。なんか他面白いパンツ、ね、じゃあめっちゃおもろいな。なんでもう、嘘、もう分かる分かる。ほらほらほら出てきた。ほらなんかでかい。ほらほらどんどん出てくる。はい、こうやってまずこう持ってください。なになに、待ってね。はい、じゃあこう持ってもらって、はい、いいですか。こう持って、はい、じゃあこれ一応アンダーウェアなんです。でかい。アンダーウェア、じゃあ広げてもらいましょうかね、はい、せーの。え、なにこれ。え、これどうなって、なになになに。あ、こういうことだ。え、すごい。こういう感じです。こういうことだよ。 あ、そういうことか。見えますかね。もう肩までいっちゃう。そう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 、すごい。こっち背中。そういうことか。そう、これね、パンツの名前があるんですよ。え、あのブリーフとかボクサーみたいな。あ、これに名前がついてる。これの形の名前があるの、これ。へえー、これね、シングレットっていう。シングレットっていう、あのね、もともとはこれもスポーツ用品で、あのレスリングの選手とか、ね、確かに、そう、こんな感じですよ。こんなイメージ。そう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 、の、もう全く全然違うんやけど、それをオマージュして作りましたっていう。すげえな、天才じゃん。やっぱスポーツ用品から来るんだな。そうやね、まあ、だからそこにエロスを感じてるから、うん、感じね。これもまた薄い生地のやつなんよ ね。これもだって向こう見えるもんね。もうすっげすけだね。もう大丈夫ですかみたいな、うん、確かに。売ってるんやけど、みんなどうやって使うんやろみたいな。確かに確かに、うん、販売側も謎なし。謎商品。謎商品なんですよ。これ面白い。可愛いこれね。着てみたいよね。どんな着てみたい。普通に気になる。新高が着たらどうなんやろうな。おハピースピース。ハピースピース。これだって乳首とかももう出ますもんね。うん、そう、でもね、うまく乗せれば。あ、そっか。乗せれば。ここにこううまく線をこう持ってくれば。うまく乗んのもおもろい。YouTube に対応できる。確かに確かに。できるかな。グーさえ。そう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 。あ、ほらほらまた来たよ。なんだろうなんだろう。あ、なんか何これ。もうね、これも謎商品の一つあるんけど。これはね、これね、一見こうするとちょっとしたビキニパンツですね。そうですね。で、何かこういうのがついてます。これはもしかして、ね、分かっちゃった。分かった。ここだ。そうえ、こうだよ。ここにだからどういうこと、どういうこと。あのね、ちょっと待ってね、これも画像見せた方がいい。どうやろ。え、どういうこと。だから、うん、画像だから画像で見て。画像見せるわ。これはやばい。くださいね。みんなわかる、これの意味。マジで分からへん。これの黒のところ。これの黒の意味。俺これ頭にかけんのかな。怖ないやん、もう。もうアンダーウェアとはよ。こういうことよ、だから。あ、そういうこと。そうです、近い、ちょっと近い、ちょっと近い。あ、じゃあまだ正解ではないんだ。あーあー、わかりますかね。え、そんな風になんの。こんな感じです。あー、ちょっとクロスさせて。クロスだ。皆様にも画像これで。あ、そう、うまいうまいうまい、そういうことか。そう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 。へー、でもよく考えますね、こんな。わかるね、うちのデザイン部門。私デザイナーじゃないねんけど、はい、よく考えるなと思う。よく考えますね。すごい。どう試行錯誤するんだろう。どうやったらエロくなるんだろうとか。そう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 、考えてるの。もうね、もう本当に
このパンツの名前何みたいな確かに気になるこのパンツの名前何なんだろう。ね、なんて書いてあるかな。X ビキニ。あー、X だ。あー、いいですね。確かに合ってる。 X ビキニでした。これぐらいかな、今日持ってきたの。すごいですね、うん、最強に可愛い。でもやっぱりもうほんまに、うん、まあ、友達とかでもさ、うん、なんかもうこういう普通のブリーフですら、うん、なんかブリーフみたいなそうね、とかっておんねんけど、うんうんうん、いやエロいからマジで。そうね、ね、ブリーフはダサくないのよね。ダサくないんですよ、うん、おしゃれなんですよ、うん、私ね、パンツの中で一番ブリーフが好きやね、うん、僕も。そう、ブリーフってなんていうの、ボクサータイプのやつと、うん、こういう、まあ、ビキニのちょうど中間ぐらいの生地感やねんな、うんうんうん、なさすぎずありすぎずみたいな。それがまた男の映えさせんのよね、うん、あと白とか黒とか、うん、もうそういうベーシックな色のブリーフがとても男を映えさせるんじゃないかな。わかります、うん、今日ちょっと、あ、そうそう、こういうね、こういう色、そう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 、もうこういうのが一番好き。いい、うん、めっちゃエロい。エロ改めてさ見てよこれエロくない？好きだわ。うん、男の男性の体のその曲線美あるじゃないですか、うん、その曲線美が一番出せるのがやっぱブリーフやから、うん、確かに綺麗だもんね、うん、でもさ、なんか男の人がね、ノンケの男の人が、うん、女性の例えばランジェリーとかを好きなように、うん、絶対女の人もさ、男の人のそういうパンツ見てると思うんだ、うん、そのセクシーなパンツとか、でその好みがそれぞれ絶対あると思うから。確かに、その男性もマーケティングしてほしいその女性に対して。確かに、うん、どういうのが自分は受けんやろみたいなちゃんといつもトランクスとかはダメ、うん、ダメ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 、そのダッサいのやめて。トランクスはもうお父さんよ。そうよ脱いでくださいもうみんなパンツどれぐらい持ってんやろ。あ、自分は結構やばいねんけど、今日もう持ってきてないのも死ぬほどあるし、うん、で周りの子とかそんな多いイメージはないないよね、うん、ないよね。普通は10個ぐらい、それぐらい、うん、私職業柄パンツ死ぬほど持ってんのよ。あ、そっかそっか、うん、多分もうどれぐらい、1000ぐらいはいってるかも。1000 もうそれ洗わんでいい。そうそうそう、わかる。もうね、めっちゃ溜まってるマジで。パンツが。でも僕らも洗濯物パンツ死ぬほど溜まるんですよ、うん、でもうそろそろなくなってきたなーで、うん、なくなることないねん私。線もあるから大量にあるから大量にあんねん、パンツマジで、うん、いやもうでもほんまにいやでもいっぱいあったら何履こうかなって選ぶの楽しくなりません？なる、うんうん、ね、これめっちゃ楽しみ、うんうん、のんけの子でもこういうの着てた。いや、エロいよね。エロいと思うんだよね、うん、最近やっぱ鍛えてる子とかも多いから、うんうん、確かに確かに鍛えてる子ほどこういうブリーフ履いてほしい。そう、だダッサいパンツじゃなくて絶対こういう方がいい。そう、うん、あの G-by-3 さんのあの、うん、オンラインショップとかね、見てみて、あの鍛えてはる方がちゃんとこういうの履いてくれてるから、うん、あのリンク貼ってるので、うん、よろしくお願いします。ガチ見てください。よろしくお願いします。で、まあ、あのこれ見てる女性の方もさ、うん、まあ、買ってみてよ。そう、彼氏にプレゼントプレゼント、お父さんにプレゼント息子にプレゼント、お兄ちゃんとか、びっくりされるよねお兄ちゃんにプレゼント、お兄ちゃん、お兄ちゃんにケツ割りどうしたどうした、お兄妹どうしたってなるよ。ゲイパンツブランドかわいいな、うん、だってさ、ちょっと持ってきたぐらいでこんだけあんねん、うん、この1ヶ月生活できるよこれ。確かに、確かに、ほんまに毎日違うやつだけど。そうそう、でもなんかちょっと一押しが、うん、もうこれこれが本当にこれな本当に好き、これいいよねこれ面白いな。いや、わかるわ。じゃあ面白い、タロさん的に、うん、じゃあこの今あるパンツの中で、うん、なんか今日ワンチャン多分、うん、会う人と、うん、ちょっといたすことがあるかもみたいな日、どれ履いていきます？もうここ全部、もう全部ちょっと選んでみてもいいですか？もう自分の家やと思って、うん、これかも。あ、これ、あ、これこれ、あ、はい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 、私、やっぱりブリーフ好きなんですけど、はいはいはい、その中でもさっきも言ったんですけど、白とか黒が好きで、で、さらに私ちょっと、私の中でちょっとディーゼルが今着てて、あ、そうなんですね。ディーゼル可愛いと思って。可愛いですよね。
これです。そう、あの私が若い頃にめちゃくちゃ流行ってたのよ、ディーゼルって、うん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 、で、今また来てるから今、そうですね、その Y2K と言われてるのが来て、うんうんうん、もし男と行くならあ、これなんですね。ディーゼルも意外とこういうメッシュとか使ってんのね。ね、やりますよね、ここメッシュやね。ディーゼル意外とやるとこやってる。だってこれ、ほらこれあの男性用ティーバッグなんか、うん、これもディーゼルです。すごいよね。これ日本で買えないねんけど、うん、日本でも売ったらいいのにね。ね、売れると思う。需要あるのに、うん、もちろんこういうのもあるけどね。あ、これ普通のベーシックなトランスターのボクサーね、うん、もあるし。そうね、うん、じゃあシーンはある？どれやろう。俺に決めたってやつを。でもさ、俺逆に、うん、なんて言うんやろ、あの、のんけ感、うんうん、が欲しくて、はい、なんかこんなん選ぶかな。あ、もう赤、うん、あ、赤とか好き、はいはいはい、赤めっちゃ、でも赤って脱がして赤やったらやる気満々や確かに。え、やっぱそうなのかなって思っちゃうかも。でもいいかも、本気じゃんってなる。そうそう、いや結構気合い入れてきてくれてるあげあ、でもあの、うん、こういう、え、どれやろう、これとこれか、こういう、うんうんうん、なんか可愛い柄のやつとかも、はいはいはい、確かにいいかもね。なんかこうやっぱ可愛いってなるから、うん、こういうのもいいかも。タカは可愛い。タカはこっちこっち、でもこっちはちょっとまだまだでもやっぱさ、まあ、いたしますってなるんだったらエロいので行きたいから、うんうんうん、こっちかな。 T？ あ、ティーバッグ。 T の方、確かにエロいね、ティーバッグ、うん、ティーバッグもね、いたすときにさ、ちょっとずらすだけでいいから。そうだ、ピッピッてピッてずらすだけでいい。女性でもそうじゃない、なんかちょっとずらすだけで、うん、エロ、めっちゃエロいです。エロい、うん、だとしたらこっちでもいいわ。ジョックね。あ、ジョック、うん、なんていうの、ジョックストラップ。そう、英語名ではジョックストラップ、ストラップっていうんだよね。日本語ではケツ割れ、ケツ割れ、かわいい。でもさ、こういうのを、うん、あの、ノンケが履いてほしい、ガチで。確かにノンケも履いてほしいね。履いてほしい、ノンケにこういうなんかセクシーな下着履いてほしい、マジで、うん、じゃいいや、うん、今日なんか幸せな気持ちで帰れそうこんなにパンツいっぱいあるんだったら。だから普段これよう履いてるやん。あ、よう履いてる、これ。あ、それさっき言ってたね。そう、これもエロいんだよ、見て、すごい穴開いてんのよ。芯見えるんじゃない？ここにね、ここに穴が開いてて、これはほぼ付け根をね、うん、付け根が見えるぐらい。なんなのか後ろも開いてんのよ。あ、そうだよ。あ、そうそうそう、後ろ、後ろどっちも開いてんだよ。どっちも開いてんのよね。ほら、後ろはお尻の割れ目の、うん、そうそうそう、ちょっと見せるみたいな。いや、これエロくない？これよう履いてるよな。シーンなんやろ、それ。そう、これシーン、シーンなんです。シーンでパンツ売ってんねやと思って。え、シーン、エロパン、めっちゃエロパンありますよ、シーン。ちょっと、明日会ってみよう、うんうん、これ以上にスケスケとか全然ありますよ、シーン。え、マジでなんかすごい。あ、すいません、あの、カメラの充電ごめんなさい、足がプチプチ。すいません、あの、iPhone で撮らせてもらって。すいません、ごめんなさい、急になんか画質が変わる。ごめんなさいね。でもそれが手作り感っていいよね、 YouTube のせい。それが新高。すいません、好きでいいよ、ね、まあ、こんな感じで、はい、すごいね、パンツを普段から僕たちは楽しんでおりますので、私は作っております。あ、そうですね。そうだ、これからもよろしくお願いします。お願いします。またじゃあなんか来年とか、パンツ増えてると思うんですけど、新しいお披露目会。なんならもう履いてもろて。あ、確かに確かに、確かに履いてもろて、出てもろて。あ、そう、もう出ちゃうんだ。そう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 、全部全部全部ブックブックパンツが確かにいいじゃん。ブック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 ね、いいじゃないですか。やりましょう、はい、ということで、まあ、G by 3さんのチャンネルの方でも、はい、すごいね、コラボさせていただいたので、はい、概要欄に載せておくので、ぜひ見てみてください。お願いします。チャンネル登録も絶対にお願いします。お願いします。あの、パンツ買ってください。バイバイ。バイバイ。